2020年4月13日より放送スタートとなった TV アニメ「警ら探偵所キツツキ探偵処」の第3話あらすじ先行カットが到着した。第3話は4月27日に東京 MXBS 富士ほかにて放送予定。本作の原作は第3回ソ元推理短編賞を受賞した本格ミステリー小説「警ら探偵所 EK」著ソ元推理文庫。アニメ化にあたり総監督をモンスターストライクザムービー始まりの場所へで監督を務めた江崎慎平さん、シリーズ構成をハイキューでシリーズ構成を務めた岸本隆さんが担当。さらにキャラクター原案には人気イラストレーターの崎育さんが起用されている。アニメーション制作はテラフォーマーズなどを手掛けたライデンフィルムが担当する。あるある2020年春放送配信開始の TV アニメ「警ら探偵所キービジュアル」第1弾メインキャスト公開。石川啄木に浅沼慎太郎、金田一京介に桜井孝宏。本作の第3話あらすじと先行カットが到着したのでご紹介しよう。第3週さりげない言葉あらすじ。京介が警察に逮捕されてしまった。真相に迫るべくミルクホールに集まった萩原朔太郎と野村小道ら友人の分子たちがそれぞれ推理を披露することに。さらに夏目漱石の紹介でやってきた芥川龍之介も謎解きに参戦するが、どれも決め手には欠ける。悩む一同の前に平井太郎と名乗る少年が現れ、一昨日の夜に全ての原因があると語り始める。その見事な推理に驚く分子一同。その推理とは、脚本岸本隆コンテ、板井博樹演出、半田大樹総作画監督、渡辺浩二作画監督、山崎敦子、三橋桜子。また第3話のゲストキャラクターである夏目漱石役を三木真一郎さんが務めることも発表された。キャラクター情報。文豪夏目漱石、 CV 三木真一郎分子たちの憧れの小説家。責任感が強く面倒見が良い。TV アニメ概要、警ら探偵所。放送情報、東京 MX、毎週月曜23時から、BS 富士、毎週月曜24時から、CS ファミリー劇場、毎週月曜24時から、岩手めんこいテレビ、毎週土曜17時から、長崎文化放送、5月4日より、毎週月曜25:54から、他各所配信サイトにて配信開始。 C2020EK 東京総元社警ら探偵所制作委員会。本作の原作は第3回ソ元推理短編賞を受賞した本格ミステリー小説警ら探偵所 EK 著ソ元推理文庫。アニメ化にあたり総監督をモンスターストライクザムービー始まりの場所へで監督を務めた江崎慎平さん、シリーズ構成をハイキューでシリーズ構成を務めた岸本隆さんが担当。さらにキャラクター原案には人気イラストレーターの崎育さんが起用されている。アニメーション制作はテラフォーマーズなどを手掛けたライデンフィルムが担当する。あるある2020年春放送配信開始の TV アニメ「警ら探偵所キービジュアル」第1弾メインキャスト公開。石川啄木に浅沼慎太郎、金田一京介に桜井孝宏。本作の第3話あらすじと先行カットが到着したのでご紹介しよう。
第3週、さりげない言葉あらすじ京介が警察に逮捕されてしまった。真相に迫るべくミルクホールに集まった萩原朔太郎と野村小堂ら友人の分子たちがそれぞれ推理を披露することに。さらに夏目漱石の紹介でやってきた芥川龍之介も謎解きに参戦するが、どれも決め手には欠ける。悩む一同の前に平井太郎と名乗る少年が現れ、一昨日の夜に全ての原因があると語り始める。キャラクター情報文豪夏目漱石、 CV 三木真一郎分子たちの憧れの小説家、責任感が強く面倒見が良い。芥川龍之介をはじめ多くの分子たちから慕われている。啄木とは朝日新聞の同僚で、時折啄木の小説にアドバイスをしている。C2020EK 東京総元社ケラ探偵所制作委員会。その見事な推理に驚く分子一同。その推理とは、脚本岸本隆恵コンテ、伊丹博樹演出、半田大樹総作画監督、渡辺浩二作画監督、山崎敦子、三橋桜子。また第3話のゲストキャラクターである夏目漱石役を三木真一郎さんが務めることも発表された。TV アニメ概要、ケラ探偵所。放送情報、東京 MX 毎週月曜23時から、 BS 富士毎週月曜24時から、 CS ファミリー劇場毎週月曜24時から、岩手めんこいテレビ毎週土曜17時から、長崎文化放送5月4日より毎週月曜25対54から、他各所配信サイトにて配信開始。放送日時は予告なく変更になる場合がございます。